カタリーナ・リ・サボヤは、オーストリア公、レオポルト一世の日。カタリーナは、サボヤ博アメデオ五世と、その二番目の日、マリード・ブラバンの間の娘である。ハプスブルク家とルクセンブルク家の和解の結果として、1310年より、カタリーナとオーストリア公、レオポルト一世との結婚についての話し合いが、始まった。1315年5月26日。 バーゼルにおいてカタリーナとレオポルト一世は結婚した。この結婚で二人の娘が生まれた。カタリーナは政治にも関与し、教皇ヨーハネス22世ともしばしば連絡を取った。1326年に夫レオポルト一世が死去した。1336年にカタリーナは死去し、ケーニヒスフェルデン修道院に埋葬された。 1770年、ザンクト・ブラジエン大聖堂に改装されたが、1806年にザンクト・ブラジエン修道院が閉鎖された後、シュピタル・アム・ピュールン修道院に移された。さらに1809年に、ケルンテンのラバント・タールにあるザンクト・パウル修道院に改装された。カタリーナ・ディサ・サボイア、ありがとうございます。